こんにちは、バイオリン講師の竹原夏目です。今回はビターリのシャコンドの練習方法を解説していきたいなと思います。今回は初の曲の弾き方解説なんですけれども、なぜこの曲を選んだかというと、今月の頭にちょっとコンサートで演奏させていただいたからです。この曲はこの新しいバイオリン教本の6巻に入っているんですけれども、バイオリンをずっと勉強していくと必ず演奏することになる曲かなと思います。曲の難易度はこのくらいになると思います。簡単にこの曲の解説をいたしますと、ビターリさんというのはですね、イタリアの作曲家でして、バッハよりも前の人になります。なのでバロック時代の作品になるんですけれども、シャルリエさんという方がですね、ロマン派風に編曲いたしまして、モダンバイオリンの可能性を引き出してですね、ちょっと難易度を上げたものが今まで有名になっております。シャコンヌというのはですね、三拍子のブククになりまして、同じパターン、和声進行ですねを何度も続けて繰り返す変奏曲になっております。変奏曲なので区切って練習しやすいと思います。そしてこの曲はですね、基礎が詰まった曲、まあ他の曲もすごく基礎が詰まってるんですけれども、基礎がバレやすい曲かなと思います。なので綺麗に演奏することはとても難しくて、小学校の頃に演奏させてもらったんですけど、今回改めて大人になって勉強した時にちょっとすごく難しいなっていう感じでした。ただこの曲を勉強すると自分が苦手な奏法とかが見えてくるので、実力を試したい人におすすめかなと思います。難しい曲に挑戦したい、一通り基礎をマスターした、自分に何が足りていないかわからないという方にぜひ向き合ってほしい曲です。この曲は基礎も踏まえながら、そして自分の演奏動画もちょっと使いながら解説していきたいなと思います。それではロスケッツ。ということで、ここまでがテーマになります。ちょっと自分の演奏で恐縮なんですけれども、この曲の出だしはピアノから始まって、そして和声進行を提示してから始まるので、すごくかっこいい曲かなと思います。でテーマは比較的簡単だと思いますが、基本的に、曲のさらい方としてちょっと流れだけ説明させていただきます。まずは、曲が何調かを把握してください。これはゲーモールですね。なのでソから始まる音階をちょっと曲を弾く前に練習してみたりするといいかなと思います。まずはビブラートなしで音程を確認しながら練習する。であとはフレーズをちょっとイメージしながら練習する。この2つを意識してまずはやってみるといいかなと思います。フレーズを意識するというのはですね、どこに向かっているかというのを少しイメージするといいかなと思います。例えばですね、ここはどこが山か分かりますか？何も考えずに弾くと今のようになるんですけれども、目指すとこを意識すると、というふうにここではドシドレシドのドに向かって弾いてみました。こんな風にですね、向かうところを意識するだけでちょっと曲に流れができるので、練習する際はそういうのをイメージしながらやってみるといいかなと思います。
からが変奏曲のバリエーション1になりますね。でここもですね、どこに向かって弾くかを考えながら練習してみるといいかなと思います。そして楽譜上に書かれたクレッシェンドだったりとかをちょっと意識しながらやってみるといいかなと思います。なんですけれども、ここはですね、やっぱりポジション移動がすごく大事になってくる場所になりますので、こういうふうにですね、何度も何度もポジション移動する2つの音を何度も何度も繰り返して体に覚えさせる練習が必要になるかなと思います。こういうのはもう取れるまで練習するしかないんですけれども、例えばポジション移動の練習とかをやっていれば簡単にできるようになると思うんですけれども、練習時間がかかる場合はちょっとポジション移動が苦手ということになるかなと思います。曲の作り方なんですけれども、これは数えると5回同じパターンが出てくるんですけれども、本当にこの表現については人によって全然違うので、こういうところを自分で考えてやっていくと自分なりの演奏というものが出てくるようになります。なので例えばどんどん大きくしていく、盛り上がっていく感じを伝えたい場合はどんどん大きくしていくといいかなと思うんですけれども、例えば後の2つ大きくするとか、最初大きくして小さくして大きくするみたいなやり方もできるので、自分がどう弾きたいかをちょっと考えながら、さらってみてください。ここは、威厳ですね。威厳が上手くないと綺麗に演奏することができません。なのでここが苦手という方は、威厳がちょっと、苦手にしているところかなと思います。威厳の基本練習はまず開放弦でやってに鳴らせるようにしてあげて、あとはですね、あんまり動きすぎないことに注意してみてください。これがこういう風に動きすぎると鳴るんですけど、均等に弾くことは難しいかなと思います。なのでゆっくりやってあげるといいかなと思います。腕でやるパターンとこの手首を使ってやるパターン、どちらでもいいかなとは思います。なので自分に合った方法ですね、腕でやるか手首だけで。やるかを、自分で模索しながらやってみるといいかなと思います。できないところは必ずゆっくり練習してください。ゆっくりできないということは早くしてもできないので、もう自分ができるテンポでまず落としてからどんどん速くしていく。速いテンポでずっとやってもあんまり意味がないので、そこは注意してみてください。ここで表現をお伝えするなら、ここがですね、ちょっと下の
上が最初動いてたのね。というふうに下が動いた時にここがちょっと変化したところなので、意識的に下の音をちょっと鳴らしてあげると雰囲気、曲がすごく盛り上がってくるかなと思います。ここはテーマが戻ってきましたが、調整が変わりました。何調か分かりますでしょうか？正解はベーモールになります。でこのベーモール、私にとってはというか弾きにくいので、こういう弾きにくい調が出てきた時はその調を一回弾いてあげる。というふうにベモールをまず入れてから弾いてあげるとすごく、というふうに弾きやすくなってきます。なのでその音階が大事っていうのは、例えばこういう曲の中ですごく腸が変化するので、それに対応するためその腸を体に入れておくとすごく迷わずに弾くことができるかなと思います。なのですごく音階というものは音程を取る上でめちゃくちゃ大事なので、必ず音階は、曲を弾く前に入れておくのをおすすめいたします。でここの曲の表現で言うとエスプレッシーボというふうにアジタートとも書いてあるんですけれども、こういう時はちょっとビブラートを多めにしてあげたりとかで、後半にクレッシェンドという風に書いてあって、でピアノもですねすごく盛り上がってくれるのでピアノにも合わせてあげて、というふうにピアノも聴きながら自分も盛り上がっていくとすごく雰囲気が出ると思います。なので、1回目の最初のテーマの弾き方はここよりもアグレッシブに弾かないようにしてあげた方が、全体図としてはすごく良くなってくるので、最初からって弾き出すと、あちょ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 この後も盛り上がるのにみたいな感じになるので、こう全体図をちょっとずつ把握しながらやっていくと、すごくお客さんにすごく面白いように届けられるかなと思います。エスプレッシーボの後にピアニッシモのドルチェが出てくるんですけれども、こういう時、ピアニッシモが出てきた時はという風に、ピアニッシモの時は結構指板寄りで演奏してあげるとちょっと雰囲気が出るかなと思います。これをというふうに駒寄りでやっちゃうと音が大きくなっちゃうし、結構硬い音が鳴ってしまうので、優しくドルチェとかをやりたいとき、ここの場合はちょっと私だったら指板寄りで弾いてあげるかなと思います。次は6連符になりますね。ここもすごく弾きにくいし、ちょっとまた基礎が必要になってくるんですけれども、こういう、細かい音が出てきてスラーがかかっている時は左手をしっかり叩いてあげる
叩いてあげて音をはっきり左手で表現してあげるとすごくいいかなと思います。という風に左手だけでも叩いた時にこの音が鳴るとちょうどいいという風に左も表現の、一つの方法で左手でも表現できますので、そういう風に、一個一個均等に叩いてあげるとすごく綺麗になるかなと思います。で、6連符の後なんですけれども、ここもすっごく取りづらいので、まずは威厳のさっきの練習方法を取り入れて、ここは和音を感じる、というふうに和音が下がっていくというのも意識しながらやると取れるかなと思います。トリルが上手じゃないと綺麗に弾くことができません。で、トリルはですね、2種類ありまして、ちょっと叩いて弾く場合と、こういう風にビブラートでトリルをする場合があるんですけれども、ここでは、ちゃんと叩いてあげた方がすごくパリッとした音がするので、ちょっと意識するで練習してあげるといいかなと思います。っていう風に、これがビブラートでのトリルでもいいんですけど、まあここは好みになるかなと思います。で、その後またピアノで、私はあんまり好きじゃないこの音程ですね。この音程感を取るのはすごく難しいので、丁寧にさらってあげてください。こういう時もちょっと F モールに行く感じをイメージして、 F モールをちょっと弾いてあげてからという風に練習してあげるといいかなと思います。ここはピアノなんで、指板より弾きたい気もしますが、結構しっかりしっかり訴えるような感じで、というふうに楽譜上に書かれてあるので、私だったらちょっとしっかり弾いてあげる、でターヤンターヤンっていうのを表現したいかなというふうに思います。シンコペーションのリズムが出てきます。で、ここは結構エネルギッシュにという風に書いてあるので、そのように練習するといいんですけれども、その弾き方なんですけれども、大きく弾きたい時に弓を使えばいいっていう風に思う方もいると思うんですけれども、それだけっていう風に思っちゃうと、という風にこう
密じゃない音が出ちゃうので、こういうエネルギッシュに弾きたい時は逆に弓をあんまり使わないと思った方がいいかなと思います。そして駒寄りで演奏してあげる。そうするとという風にすごくエネルギッシュで大きな音が出ます。あんまりフォルテだからという風にいっぱい使うみたいな、ちょっと考えない方がいいかなと思います。まあ表現の一つではあるので、どの曲でも使えるのでぜひ覚えておくといいかなと思います。特に和音の時はある感じを弓をゆっくり使って鳴らしてあげるとすごくいいかなと個人的には思います。スラスタッカートが出てきますね。ちょっと申し訳ないんですけど、私はこれがすごく苦手で、ちょっとさっきの演奏を見ていただいたら分かるんですけど、ちょっとあんまりうまく弾けてませんね。個人的にもこのスラスタッカートは課題なんですけれども、スラスタッカートっていうのはこのどういう風にその一指でスタッカートしてあげるということなんですけれども、ここはすごく難しいなと思います。このコントロールはするんですけど、こう一個ずつ弾くんじゃなくて勝手にこうこの落ちるエネルギーを使ってこういうところは弾かなきゃいけないんですけど、これがすごく難しいですね。まあだから最初はゆっくり、まずこの弓の動きを覚えてもらって、で置いたまま弾いてあげる練習をしてから、ちょっと空中に浮かせてやってあげるといいかなと思います。そうですね、もしかしたらちょっと、コントロールはしてるんですけど、しすぎないっていう、難しいところかなというふうに思います。で次のこういうところもまず左手なしで自分が綺麗に弾けているかをチェックしてみてください。細かい時はあんまり弓を使わない方が、まあ、もちろんクレッシェンドしていく時はちょっと使うんですけど、それでもまあそんなに使わないで、まずは左なしで綺麗に弾けてから左をつけて表現を受けていくという風な練習方法がいいかなという風に思います。でその後のこのところなんですけど、これもまず左なしでまずは綺麗にっていう風にやってあげるといいか。やっぱり弓は使いすぎずに表現した方がいいかなと思います。これにという風に左をつけてあげるとすごく楽になると思うので、練習方法としてはやっぱり左はなしで綺麗に弾くというところを重点的にやってみてください。
戻ってきました。ここは何町か分かりますでしょうか。シンプルでアーモールに戻ってきましたね。今までと変化したところがあるんですけれども、そういうところを強調して弾いてあげると、あ、ちょっとさっきと違うっていう風な感じに。例えばこういうところが1回目とは全然違うかなという風に思うので、見てください。次のバリエーションなんですけれども、ちょっと演奏会ではカットしてしまったので映像なしで、あの練習方法だけお伝えすると、まあこれも威厳なんですけれども、まあピアニッシモなので弓先で、という風に練習していくといいかなと思います。微妙に半音音が下がっていくので、ちょっとポジションがどんどん下がっていくので、こういうちょっと細かいところも何度も繰り返してやるしかないですね。で次のこれも左手なしで練習してみるといいかなというふうに思います。曲を弾くときは必ず左なしで、まず右手をきれいにしてから左をつけるっていうやり方を覚えておくと、もうどこでも使えますので、今日はこれだけでも覚えていってください。はい、次のバリエーションですね。ここもすっごく弾きにくいので、まあ、右手だけでまずは練習してあげて、でこの頭の音にすごく意識したいところなんですけど、もうダウンで変化ができてるので、あんまり意識しちゃうとちょっと強すぎるので、ダウンで拍を取らないようにしてあげた方がここの雰囲気には合うかなと思います。今度は、まあ、ピアノの時は特に左で表現してあげると、ちょっと叩いてあげて弾いてあげるといいかなと思います。でその後はい、ここもスラスタッカートが出てきました。ちょっと私も苦手なのであんまり偉そうには言えないんですけど、こういうもう置いて弓の動きに身を任す感じになりますかね。ダウンこれがこのこれを3つだけにするで、必ず同じ場所でこれがってならないように、同じ場所でえ跳ねるといいかなというふうに思います。丁寧に弾いてあげた方がすごくいいかもしれません。
ですけれども、この重音の音程に注意が必要かなと思います。半音ずつ半音ずつずれていく感じ、これは、ゼクエンツっていう風にも言うんですけれども、ゲームオールに向かうっていうのを意識してやってみるといいかなと思うんですけれども、音程ですね、ビブラートなしで、ゲームオールですねっていう風に、まあ音程をここはすごく丁寧にさらってあげるといいかなと思います。ピアニッシモでドルチェッシモなんですけれども、あまり一番寄りで弾いちゃうとせっかくの重音が、鳴らないので、ぶつかる音をちゃんとイメージしながら弾いてあげた方が個人的にはいいかなと思います。でその後のエスプレッシーボですね、ちょっとクレッシェンドデクレッシェンドがついてるところの表現とかは結構意識してやってあげるといいかなと。前に進んででも進めきれないかな感じが私はすごく好きですね、はい、でその中でクレッシェンドもしてあげるといいかなと思います。で重音からという風に綺麗なメロディーが出てくるんですけれども、ここはだからすごい響かせたい雰囲気になった時は弓をたくさん使ってあげるといいかなと思います。ここでどんどん登っていくんですけど、このここは結構しっかりと盛り上がってるとこなので、ちょっと駒寄りで弾いてあげると、あと指板寄りから駒寄りにするっていう弾き方もいいかなと思います。ここでもスラスタッカートが出てきましたね、はい、これも同じように感じで順番にやっていくといいかなと思います。でその後の16分音符ですね、ここも左をしっかり一個一個叩いてあげるとすごくはっきりして聞こえるかなと思います。ちょっと私はねうまくいってないとは思うんですけど、少しずつクレッシェンドしてあげると盛り上がるかなと思います。すごく雰囲気が急に変わるんですけれども、またターヤンターヤンっていうちょっと大事な何度も繰り返す形が出てくるんですけれども、結構意識してあげるといいかなと思います。ただですね、ここすっごい音程が取りづらいですね。もう和音がっ
っていう風に下がっていくので、その和音を感じながら弾くといいんですけれども、すごく取りづらいので何度も何度も、また先生に聞いてもらったりするといいかなと思います。でここの書いてあるんですけれども、デクレッシェンドの表現ですね。でこう前に進むけど引っ込む感じとかを表現できると、私はちょっとここの寂しさとかをイメージしながら、前に進めきれないところだったりとかをイメージしながらちょっと弾いてますね。でその後もここもスラスタッカートができないと弾くことができないので、難しい、自分には難しいなと思ったらその基礎練習をいっぱいやってみるといいかなと思います。バリエーションはテーマがまた戻ってきましたね。またテーマなんですけれども、ちゃんと飽きないように、和音をたくさん入れてすごく壮大な感じで表現しております。ここではですね、和音をきれいに鳴らせるかすごく試されるところではありますね。ここの和音を使うには右手のここの柔らかさが必要になります。以前の動画で上げさせてもらったここを使う動画なんですけれども、ちょっとあれを少し応用してここは必要になってきます。ここのクッションを使って、和音に厚みを出していくっていうやり方があるので、それもちょっと後々動画を上げるんですけれども、和音でここを使えるようになるといいかなと思います。例えば硬いままだと、ちょっと固めの表現になるかなと思います。まあこちらも別に悪くはないので、それでもうちょっとかっこよくしたいっていう場合はちょっと固めで、というふうにですね、ずしんというかちょっとこう引きずる感じ、ちょっとねっとりと厚く弾きたい場合はここを使うといいかなと思います。まあ好みの話になってくるので、どっちも使えるようになってくるとすごく表現に幅が出てくるんじゃないかなと思います。ちょっとリズムが難しいところになります。私はアップから始めてますが、どちらでもいいですね。一個一個止めてあげるといいかなと思います。抜けないように弾いてあげるとエネルギッシュに弾けるんじゃないかなと思います。ここをちょっと軽く弾くと、ちょっと軽いかなと思うので、ギリギリまで弾いてあげるとすごくいいかなと思います。でここでフォルテからのピアノの表現がすごい、マルカートからのルバートっていうちょっとねいやらしいんですけれども、この表現ができるようになるといいかなと思います。ここもここもポジション移動の練習をしてください。あとはリズムが難しいので、テンポに合わせながらリズムをちゃんとしっかりやってあげるとすごくここの雰囲気が出るかなと思います。
ということで、ここが一番この曲の難しいところになってます。ちょっと私もね、本番で失敗してたのであんまり言えないんですけれども、はい、ここの練習方法はもうとにかくゆっくり練習ですね。というふうに何度も何度も繰り返すしかないですね。で、私はもう本当にここが苦手、オクターブを結構一発で取れなかったので、私はオクターブが苦手なんだと、まあ、この曲をして、まあ、ちょっと気づいたので、私だったらオクターブの音階を最近はやってるんですけれども、で、私の場合 1-3 で取ってるので、指がいろいろあるんですけれども、まあ、自分に合う指を探していくといいかなと思います。はい、もうゆっくり、とにかくゆっくりですね。ゆっくり弾けないと早くても弾けないので、はい、もうとにかくゆっくりゆっくりゆっくりをずっとやってあげるといいかなと。ここは一番、持ってきたいとこなので、しっかりっていう風に決められるとすごくかっこよくなるかなと思います。バリエーションなんですけれども、ここは重音、オクターブの重音と、異弦ですね。この2つを、ちゃんとやればいいかなと思います。最初は分けずにオクターブ、重音でさらってあげてください。まずはさらってきっちり音程が取れるようにしてみてください。そして開放弦ですね。今度は異弦の練習。というふうに左手なしで綺麗に弾けるようにするといいかなと思います。最後のこういうとこもすごく弾きにくいので、ゆっくりやってみてください。で、それがハマってきたら左手と合わせて、というふうに合わせてあげるといいかなと思います。で、次はピアノでスタッカート
スラスタッカートなんですけれども、ここは、ダウンアップアップアップになってるんですけれども、必ずしも楽譜上のスラを守らなくても大丈夫です。そのスラの意図を読み取れば、自分が弾きやすいような弓順で考えて弾いていっても大丈夫です。なのでここがすごくテンポが速いので、というふうにスラーを取っても大丈夫かなというふうに思います。まあ、ただスラーが元はついていたので、ちょっとこう流れるような感じで弾けるといいかなと思うので、あんまりしっかり弾きすぎず、ちょっとこう進む感じで弾いてあげるといいかなと思います。はい、ここのバリエーションなんですけれども、ここの難関は和音を一気に弾く必要があるということですね。ダウンで弾く人もいれば、アップで弾く人もいるので、自分に合った方を選んでいくといいかなと思います。まずはしっかり音程を確認する練習ですね。左の場所を覚えます。で、今度は右の練習ですね。左手なし、3つが一気になるように。という風にやってから、右と左を合わせていく練習ですね。風に合わせていくといいかなと思います。ちょっとここでテーマに戻ってくるんですけれども、ここもオクターブになりますね。なので、という風に、まあ、ゆっくりまずはさらってもらって、でここにコンカローレという風に書いてあるんですけれども、こう情熱を込めてっていう意味なので、ここの場合は弓を使いすぎずに、抜けないように駒寄りで弾いてあげると雰囲気が出るかなと思います。あとは弓をゆっくり動かすことですね。もうここまで来ると、今まで言ったやつを、組み合わせて使うような形なので、ちょっと似たようなことを言ってるんですけれども、とても大事なので覚えていくといいかなと思います。なので、というふうに駒寄りで密に弾いてあげるといいかなと思います。予感させるような始まりになってます。なので最初はピアノから始まってるんですけれども、ここも音程ですね。ゆっくりさらってあげてください。
連符ですね。3つが転ばないように、一個一個ちゃんとタララタララという風に弾いてあげてください。でここから最後までどん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 クライマックスに向けて大きくしていくんですけれども、クレッシェンドするときはここの指板寄りから、駒寄りに移動していくといいのと、あとは弓先から元にどんどん持っていくと、まあ、大きい音が出るかなという風に思います。もう弾きにくい場合は左なしで綺麗に弾いてください。最後はテーマで終わるという形になりますね。しかも、まあ、最後なのでたっぷりオクターブで演奏するような指示が書かれております。でここを可能ならビブラート、オクターブビブラートを入れられるといいんですけれども、ここで注意しなければならないのが、無理やり力で演奏しないようにしてください。すごくフォルテッシモなのですごく音を出したくて手を押さえちゃうとこのように汚い音が逆になってしまうので、どちらかというとちょっとこう響かせるように弾いてあげるとお客さんはこう落ち着いて聴けるかなというふうに思います。はい、ここからは、まあ、小さなカデンツなので自由に弾いていいかなと思います。自由に弾くというのは自分がどうやって弾きたいかということになるんですけれども、例えばどこを溜めたいかとか、どこを揺らしたいかとか、ちょっとまあ私の場合、まあ、これが分かりやすく一番下の音なので溜めてあげて、というふうに、まあ、最後フェルマータなんで長めに終わってあげるといいかなと思います。真似から入るといいかなと思います。はい、ということで以上がシャコンヌの大まかな練習方法になります。人によって練習方法は様々ですので、今回説明したことが必ずしも正解というわけではありません。自分に合った練習方法や表現を模索していってください。少しでも参考になれば嬉しいです。曲の練習も大事なんですけれども、ぜひ今回のようにできない部分が出てきた場合はその基礎練習を取り入れてみてください。何をやったらいいかわからない方が多いかと思いますが、まずは例えばこういう曲だったりとかに取り組んで、自分で苦手な部分に気づく、何からマスターしたいのかを明確にしてから先生に相談するのがいいかなと思います。また相談に乗ってくれる先生がいない、一人で練習する時の孤独が辛い、もっと丁寧に勉強したい、もっと早く上達したい、悩んでる方がいらっしゃれば、私が直接教える竹原バイオリン教室をお勧めいたします。果てしなき道のお手伝いをするのが私たち講師の役目だと思っておりますので、私自身直接お役に立てたら嬉しいです。初心者も大歓迎です。ぜひ一緒にバイオリンを楽しく勉強いたしましょう。オンラインレッスンもやっておりますので、遠くの方もぜひご連絡ください。詳細は概要欄から。また
また今回公開した演奏動画のリサイタル動画も現在アーカイブで販売しておりますので、ぜひ購入して応援していただけたら嬉しいです。そしてなんと YouTube 登録者数1000人を突破いたしました。本当にありがとうございます。感謝を込めて11月26日の22時の夜ですね、1時間程度ライブ配信をいたしますので、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。また事前に質問等を受け付けておりますので、こちらも概要欄からチェックしてお気軽に質問やメッセージをご記入いただけたら嬉しいです。長くなりましたが最後まで見てくださってありがとうございました。ちゃんと曲の解説をするとすごい長い動画になってしまうことに気づいたので、すごく頑張って作ったので、この動画が誰かの役に立ちますように。これからも YouTube の動画を上げていきますので、役に立ったと思った方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。チュース。